元禄地方自家は、元禄期に、江戸幕府が行った、地行再編成政策。当時、勘定頭だった、小木原重秀の主導で実施された。元禄10年7月26日、幕府は小倉舞地方自家令を発令し、500票以上の倉取りの旗本を、地業取りへと変更する、地方自家の方針を打ち出した。 同年8月10日には新地業地からの修税は翌11年から行い、この年の冬に支給される切米は今まで通り受け取ること、同月12日には、地業地と蔵米の両方を給されている幕臣の中で、支給額の合計が500国以上のものも、地方自家が行われることも決められた。元禄11年7月3日に、地方自家はほぼ完了したとして、翌日には、 新たな治療所が発表された。対象者は542人の旗元で、彼らに支給されてきた約34万票の蔵米と、ほぼ同額の治療値が与えられることになった。新たな治療値は、関東パッカ国を中心に、三河国、東東海国、丹波国、大海国と広範囲に及んだ。大田南保が編集した、環状書資料、竹橋マリフデ別集には、誰が、 どの治療値に割り当てられたかが記載されており、また大韓右機の原力起爆診断の研究によれば、武蔵国236名、日立国172名、下宇佐国140名、上佐国83名、下イ国98名、上野国94名、相模国85名、伊豆八十一名、安房10名が割り振られている。同月12日には、 執行を担当した配下の勘定組頭たちと共に、小木原への報奨が行われた。この時期、倉前地方自家と同時に、地方自家とは無関係な旗本の地業地の割り替えも行われた。この割り替えは、約200人の旗本たちの地業地を一度上置した上で大地割りするという形でなされた。上置された土地の多くは、関東の地業所で、中部、 近畿地方の土地を大地としてずつが割れた。その上で、幕府は天領と上地した旗本領の検地も行った。当時は農業生産技術が発展し、農業更新地域であった関東地方の生産力も上昇していたこと、開墾可能な山林や荒れ地も検地したことで、国盛りは大幅に高まった。の禄の地方自家は検地によって、 土地の国高を上げたことと、蔵米取りの旗元には、県地によって国高が上昇した土地を割り振ることで、石高上昇分の年貢収入旗元に支給する、蔵米の実質的削減の二つの効果によって、財政改善が図られたのである。地方自家には、江戸に隣接する地域や生産性の高い地域、 広大な山林や多額の運譲金が上がる地域を幕僚に編入する年貢米を江戸に運搬して旗本に配分する経費を削減する旗本の漁主権を制限して年3割5分の年貢徴収権に限定するなどの目的があったとされる当時の幕府は天領からの年貢収入が年間76万から77万両そのうちの30万両余りが幕臣に支給する蔵米だった 天領から米を運搬する費用がかかる、倉前給付の方が、幕府にとっての財政負担は大きい一方、当時の武士は、倉前取りよりも、治業取りの方が格上と考えており、倉前支給から治業取りに変わることを旗本たちは、出生と捉え、幕府も治業取りへの変更を報奨の一環としていた。地方自家は、幕府にとって財政改善策であり、旗本にとっては、 格が上がる名誉な出来事という意味合いがあった。しかし、事業取りは、協作の年には、石高分の収入を得られず、また収穫された米の運搬は、領主の自己負担となるため、地方自家は、幕府だけが、経済的に得するという批判は、当時からあり、老中の戸田忠政も協作時の問題を考えて、稲作の更新地域である関東を、 はたもの地行地にすることに難色を示したという。徳川綱吉政権は在地に密着した世襲の大官を処罰して官場所から派遣された官僚的な大官を増やし、同時に代官や会役、原法処分された大名の処分後の領地、支配所の検知を実施、以前よりも生産性が増えた高地の国高を増加させるなどの農政改革を行ってきた。 綱吉が五大将軍に就任した遠方八年の天領の国高は三百二十六万二千二百五十国余り、年グ四を二千五百九十国余りだったが、地方時下の後の元六十年には国高四百三十四万六千五百国余り、年グ百を十八万六千四百国余りへと増加している。また、歴史学者のところ力雄たちによれば、 地方自家には、旗本が、地行地と密接な商大名となることを阻止し、官僚予備軍として再編成する効果もあったと評価している。地行所を与えられた旗本たちは、開幕当初から約100年間に、領地の村民たちとの主従関係を強めていったが、それらの結びつきは、地方自家を行うことで、すべて無効化してしまうからである。蔵前は 春と夏に4分の1ずつ、冬に残りの2分の1を支給された。倉舞のみの支給を受けていた者240名、地行地と倉舞の両方から支給をされていた者が302名、大田南歩編、竹橋余り筆別州では523名、大韓右利の研究では543名、除外や他資料による参入などで542名を検討対象としている。 完成重修書家府による集計結果。ところ力を、原独起爆性における、原独検知と、原独地方直しの意義、大漢右期、原独起爆診断の研究、深い正し会、原独期、旗本智之割替への一考察。この中で、3000国以上の旗本は57人。大田南歩編、竹橋山里筆別集例、400国の土地を、 県知によって600国に国高を上げ、それを、蔵前600票取りの旗元に、地療地として与えることで、実質200票分の削減となる。新井白石、織田区、芝野木、竹野植団、江戸時代前期の幕僚国高、年貢量に関する新資料、ありがとうございます。